あ、近いの。母ちゃんと浩平が温泉でアイスを食べます。母ちゃん、撮ってますよ。母ちゃんは今何で何食べてます？サーティワンのオレンジアイス。タッチトチに通ってます。カチカチだね。これサーティワンだ。なんかパパ勝手にサーティワンだと思ったけど違うわ。そうなんで？違った違った。何それ？ BR アイスクリームってやつ。コペのやつ。だけどさ終わってますね。サーティワンとも読むんだよ。あ、サーティワンとも読む。あ、パパほらこれね、本当はサーティワンってせ、うん、名前じゃん、うんうん、だけど本当は名前これなんだよ、うん、あ、そうなんだ。あ、知らなかったパパ。じゃあ開けてください。知らなかった。知らなかった。お茶前ともかれ。なんか色が違うよ。なんか違うね。ピンクと白。何これ、綺麗。すごい。なんか面白い色してる。青もあるじゃん。ね。あーちゃん開きますか。開けれない。めっちゃ美味しかったな。よし、頑張り。これって、ね、これってないよね。なんか珍しくない？この色。ね、この色初めて見た。あーちゃんのオレンジ、オレンジかな。開けれない。パパ、よし。あ、コペ手伝って。パパ、あとちょっとだけ開けれない。ね、もう一人。まだねちょねちょ。おお、本当だ。ちょっとなんか綺麗になった。ね。なんかハゲツピックみたいなバッチ、うんちみたいな。ちょっとやめてよ、あーちゃん。そんなことないでしょ。じゃあいただきます。これなんかね、まあ本当のこと言うけど、うん、牛さんのここから出てきてるんですよ。牛乳だ。牛乳だからね。おっぱいから出てきた。そう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 。そうそうそう。まあそうだけど。でもあんまり。ぽっちゃんのうんち出ないよ。そうか。コーヒー牛乳。すごい。じゃあ、はい。じゃあコーヒーでしょ。じゃあ乾杯し、二人で乾杯しよう。乾杯。パパ倒れる。ちょっとコペ開けたってくんない？ごめんね。これでこぼしたことが。確かに。そうそう。じゃあ、コペ、ハーちゃん、乾杯。ああ、じゃあ、行こうか。よ、早速食ってみていい？うん、食べてみて。飛び出てる。うん、食べてみる。どう？美味しい？二人とも。ハーちゃん、飛び出てる。美味しいですか？うん。選んだ。めっちゃ美味しい。どう？どんな味？それ。コペのやつ。サーティーワンと同じオレンジ。あ、何これ？説明できない。ねえねえ。まあ、ちょっと一口食べてほしい。ちょっと、じゃあ、ちょっと食べさせて。食べてみようか。あーちゃんも食べさせて。じゃあな、誰か、うん、食べてみて。ちょっと食べさせてあげて。パパこれちょっと食べたいからこれ開けてよ。これなんか、これはーちゃんだよ。でももうほら溶けちゃってるから急いで食べて。じゃあパパ、はいはいはい、こっちはこれに入れてあげるからさ、うん、食べて、うんうん、食べる、うん、パパじゃあこれに入れてあげるからさ、食べてみ。違うよ、あーちゃんそれあるじゃない、うん、食べてみ。これ乗せてあげる？うん。そういう食べ方。母ちゃん、母ちゃんにはスプーンで食べさせてあげてる。母ちゃんは自分のスプーンあるからね。説明できなくない？なんだこの味。変わってる。初めて食べた味。あ、でもキャラメル？キャラメルに近い。母ちゃんもキャラメルだと思った。うん。だって母ちゃんからキャラメルの匂いが来た。チョコとオレンジとなんかキャラメルが混ざってるな、うんうん、じゃない？オレンジ、キャラメル、オレンジ。じゃあ、ハーちゃんここ、ニーネこ、うん、ニーネもこっち食べていい？じゃあ、ハーちゃんもこっち食べる。ね、こっち簡単にみかんだ。じゃあ、こっちの方がうまいな。ちょっとこっちにだ。ちょっとハーちゃんやむれ。もういいって。ちょっと、あとコペ大量にあるよ、これ大量に。食べなさいよ、パパにあげるからもう一個買ってきて。ちょっと、むちゃくちゃひどくね。食べれるだけ食べてよ。食べれるだけ食べて、これだけ。そうということでした。美味しかったね。全部食べてる？うん、よかった。それじゃあね。まあ美味しいね。まあ美味しいよね。冷たければね。みかんの方が好きだった。本当に。2番買えばよかったじゃん。食べてみないとね、分かんないもんね、味はね。チャレンジしないと。うんうん、まあ、まあまあ面白かったよ。じゃあ、みかん買って。
高いんだよ、これ400円したんだから高いでしょ。見たのこれ4つ分だよ、これ4つ分嬉しい、4つ分なんだよ。あーたパパ、外で食べた方がいい、食べやすい。そう、パパ、座敷好きだな。それではまた、バイバイ、ちょっとだけハーちゃんくれるって優しいね、ハーちゃん。可愛いな。寝多い。寝多い。大丈夫。これもハーちゃんいっぱい食べたら、それ。どうする？まあハーちゃんもそれ多分全部食べられないから残すと思うよ。大丈夫。いや、本当に本当に。じゃあパパには。それパパに。入った。いいじゃん、そこ食べちゃう。パパ食べたのか。味ない。食べよ。ハーちゃん、ね、ハーちゃん食べさせてあげないよ、それも。はい。それは嫌なの？じゃあ食べさせて。そう、食べさせて。食べさせて。やっぱりいいや、まずいから。はい、ということで今日はおやすみ。またね。ちょっと食べさせてよ。みんな、みかんの方が美味しいよ。ねえ、食べられるまで。まあ、これはね、好きな人もいる。そうだね、子供色がちょっと独特すぎたね。好きな人もいるけど、嫌いな人もいる。もう分かるって言うんですよ。そうかそうか。ねえねえパパ、母ちゃん、母ちゃん食べ終わるまで待って。うん、もちろんもちろん。こっちの方が好き。まあ、後でまた食べるから、それ待って。え、後でまた食べるの？なんか食べるでしょ？違うもの。あ、その時にこれ買おう。うん